はい、今回ですね、アベノマスクどのぐらいの配布状況なのか、厚生労働省のホームページからチェックしていきたいと思います。まあこのアベノマスクね、文句を言われながら批判を受けながらも配られた466億円のね、巨大事業でございます。今手元に届く見込みがあるとしたら、このマスクだけなのかなと思いますよね。休業保証もなかなかないですしね、家賃補助もこれから考えるってことなんで、その間にバタバタと倒産していく会社、店舗、やっぱり死死類類ですよね。その中で、まあマスク2枚ぐらいはせめて届くだろう、466億円も使ってんだからみたいな感じなんですけども、さあどうでしょうか。皆さんのお手元にはあるでしょうかね。一部の妊婦さんを優先に配られたというふうに言われてますけども、その一部に配られたものも、もう早速ですね、異物混入とかね、破損ですとかね、なんかカビが生えてるとか、使えないもんばっかりで、もう困ったもんだと返送されておりますけども、はあ、早速行ってみましょう。布製マスクの都道府県別全個配布状況、おめでとうございます。北海道から沖縄まであります。はい、5月11日の北海道、5月11日の週から配布予定、まだ配布されていないということでございます。青森準備中ね、ありません。岩手準備中、宮城準備中、秋田準備中、配布予定の日程すら決まってません。福島もありません。茨城を5月11日の週から配布予定ということでございますんで、さあ5月11日から配られるんでしょうかね。配布予定なんで5月11日に届くわけではございません。12日からったら、ね、13日ぐらいに届くんじゃないですかね。栃木、群馬、埼玉、おっと5月11日からのグループがあるみたいですね。東京配布中、お、東京は唯一配布中でございます。神奈川5月11日。私もね、マスクをあげますキャンペーンやってるんですけども、動画で発信して封を入れて、次の日にはもうね2000部配ってますよ。遅いんじゃないですか、さすがに。これはしかも私はね、自分のお金でやってますけども、これ政府は税金でやるんでしょ、国債ってやるんでしょ。もっと早くやれると思うんですけどもね。新潟県準備中、富山準備中、石川県も配布が予定されております。おめでとうございます。福井県、山梨、準備中ばっかりですね。あ、岐阜の方にも配られるようですよ。静岡、愛知、あ、5月11日配られてるのは東京みたいです。あとはまだ予定、もしくは準備中が大半ですよね。お、京都、大阪にも配られる予定で、兵庫にも5月11日から。中国5県は放置でございます。徳島、四国も放置です。福岡、お、5月11日から。佐賀、長崎、熊本、九州も福岡以外はもう放置ですね。ということで、日本全国、津々浦々、ほとんどの地区でまだお手元にない、もしくは準備中ということで、配布の予定すら決まってないということでございますけども、さあ、いつになるんでしょうか。今ね、マスクは市場で溢れてます。一説によると、アベノマスクってものがあるから、まあ、転売屋さんが諦めてね、市場に出してきたんだとかね、中国の買い占めが終わったんだって言いますけども、いや、買い占めたら買い占めたで、別に売らなくても持っとけばいいわけなんですよ。で、あとアベノマスクね、配りますよって言ったけども、別に届いてないんで、市場に影響は及ぼしてないと私は考えるんですよね。もし本当にアベノマスクを配ることによって転売屋さんがね、中国が手放すとしたら、掛け声だけでいいわけですよ。でもこれ実際文句言われながらもね、質の悪いマスクをいろんなところに資金を流しながら配ってますからね。あとはね、どういうふうにこのアベノマスク騒動について考えるのかは、一人一人のね、意見があると思いますんで、私はこう思いますとかね、あなたにもこう思ってくださいっていうことは私は別にお願いしません。ただこういう現象があるよってことを厚生労働省のホームページから今回は見てみたということでございますね。本日は以上です。